人狼作家取れ取れ取れナイス消えていけもうナイス消えていけマッサッサッ処刑されるマキヒカは人狼ではございません。おいおはいはいはい、えどうしたと帰ってください。えちょっとあれ取ってください。何ですか何をおっしゃったんですか。こいつ嫌です。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。えちょっと待って。え待って怖い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 。これその二人怪しいの一応な。いやないと思います。僕は仲間を組んできました。こっちないな多分あのどっちかお前やろ。俺これはほんまにうまさいよ。俺ほんまにやめて。それはもったいない。ほんまに絶対どっちかや。マジで分かりきってちょっと怪しい。もったいない。ここで肘をワンショット切る。ほんまにもったいない。動画的に俺はほんまに俺も梅ちゃんか達也さん。そう絶対にそう。達也さんないと思う。俺笑ったからあんなに俺笑いこらげるの俺なったもん。梅ちゃんで行こう。あと罰ゲームなんかあるんですか。はい罰ゲーム一発ゲームやろう。縛りないんすか。縛りつけてくれないんすか。ワンショット切るする人しようしよう刺してもいいよ。刺してもいいけど貼ってやるからね。せーのこっちほんまにこっちやと思う。ほんまにこっちなんで梅ちゃんになった。じゃあ合わしたあかんってその3人で合わすのないってマジやって。これこれ、はい、じゃあ、はい、では行きましょう。お前ほんまやばいわ。入れさせてや会話俺も。そしてこれで梅ちゃんが人狼ではなかった場合人狼は発表されます。もう次の夜は行きません、うん、では処刑されたほんま梅ちゃんは人狼です。うわちょっと待って初めて殺したんじゃん。初めて人狼殺したんじゃん。第3回で俺殺されてるわ。人狼殺した気持ちいい。あの1分とかで全員でやろ。そうやな、うん、絶対に絶対に。あと2はあるな確実に。結構盛り上がるっすねこれ。ほな行きましょうか。梅谷先輩から引いてきてください。今いい得点差すもんね。全員ひっくり返れるよね。全然大丈夫。下までもいけるよく頑張って26です。えエマポちゃん何点やってるの。ポチッとな。ウオタミ。何？ウオタミ。次じゃあエマポチで。ポチッとな。市長。一番ややこしい。さんお願いします。顔キモい。お前今ちょっと顔見してみ。あ、こいつやこいつやお前もうええこいつやもうええもうええもうええじゃあ、ほんまやねマンショートキルしようやめとき。キルしますキルしますはいはいはい今こっちですポチッとなじゃあ、ほんまあのね残り市民しかなかったらこう来る必要ないと思うね、光がほう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 やってで、俺市民多分どっちかに人狼えっ先生のわからんことを言うてまうなよってことは2分の1やと思う。多分ね可能性として市民しか残ってないのにこうするしないしないしない一応市民や市民ですおよかったほんまによかったですよかったです市民ですよまじまじもうええよ。こういうのがやっぱこの2つをちょっと強めに見たと。だから俺はもう達也さんと組みたいわ。何市民です。何市民です。いつものいつもおいって言ってたな。言ってるけどよし行こう。市民ですほなギュッパーしましょうかグッチョギパーで分かりましょう。俺とキジよ審判やに。よし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 いいやん。俺も嫌やわ。オッケーまず1点取るね。2人負けたいから嬉しい人おる。これ点差をつけたい。何で笑ってるかなと思って負けたい。いやいや、ほんまに、じゃあ僕ら勝たせてください。はい、はい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 、ナイス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 。はい、こい、勝つね、勝つね。ダウン。はいはい。わーっと、やばい。うわー、また、よし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 、また抜きっす。負けんどって、負けんどって、ここ行くね。ちょ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 。同点やで今、同点やで。同点やで今。
同点やで、マジで同点やで。負けんとってる、負けんとってる、俺近くよし、よし、ちょ待って、マキ、お前ミスったね。ゆっくりして、まだ、まだしたね。待って マキ、お前ほんま後ろに俺手取ってるから。えマキや、えまだ一人マキや、時間まだやろ。5秒4 3 2 1 終了。ないね。マキです。なんでやねん、俺取ったし普通に頑張ってるやろ。いいやって、最悪やって。なあ、審判だるいって。絶対記事積極的に仕掛ける意味がない。いやいや、俺だって勝つことない。俺12点やから、一番下から勝ちたいもん。勝ちたいんやったらお前が出すべきやん。絶対俺に出すべき。だってマキなんか怪しかったからね。俺点取ってるし。点取ってる、絶対記事やと思う。りょうくんではない。じゃあ俺じゃない、ほんまにやめて。俺市民や、もったいないぞ。絶対記事。この1回もったいない、ほんまに聞いて。俺じゃない、俺やったらどうする。もうほんま なんで俺と1対1した勝てろ、抜けろ。いや、と思って、なんか怒るかなっていう、それだけ。お前が起こすよ、俺が起こした方がいい。でもそうだ、しないで。おう、あー、俺マキや思うけどな。俺記事やと思う。マキ、マキどうしようかな。間違えてた、ごめんな。こっちではないわ、絶対に。こっちではないや、ここやね、もう俺わっからでもマキやなんか絶対あれないやろ。ほんまにお前、絶対お前や、もうお前は。じゃあ俺じゃない、ほんまに俺じゃない。やめとけ、持ってない、ほら笑ってるぞ。笑ってないよ。笑ってるやん。俺じゃないもん。ほんま、俺なんか頑張ってたよ。最初の22で言われたから俺めっちゃ頑張ってたよ。いや、記事や、記事や。じゃあ梅ちゃんの自分に消えへんようにしたな、今。じゃあお前がもし人狼でお前が上がれ、あの10点もらいに行って20点入ってるやろ、今。もしな、人狼やったら。人狼やったら、人狼じゃないけど、ね。また抜かれるやん、俺らは20やし。だからお前を消しとかええねん。違うって、俺市民やって。行きます。お前ショートキル、スレッシュと。はい、では指さします。せーの。誰か指さしよう。3。以上します。処刑された記事は人狼ではございません。うわー、言うてるやん。えぐい人めちゃえぐい人。お前や、俺ちゃうって、ほんまにちゃうもん。グッチョキパーで分かりましょう。最悪やん。趣味やで。趣味絶対趣味。絶対勝たなかマジで。お前は守れで、相手だら打て。足よし。ドリブル。うおっ、うおっ、キジ、キジ、キジボール、キジボール。はい、よし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 。もう決められるぐらいだよ。決められてる方がいい。もう逆転は無理やん。マイボール。よしこれ何で勝たれへんて、お前。誰か分からへん。ほんまに思い出して、あのカード作ってたんですけど、俺結構これめちゃくちゃでかい情報やと思うな。でも誰も分かれへんことを引き出してきてるもんな。タテさん以外分かれへん絶対。俺もう絵で、いや、逆に言うたら絵で刺してみろ。
損すんで、ベベの人。誰？いい、お前、お前ないよ。いや、俺もう、俺は負けちゃう。俺は、俺も、それはないでしょ。俺はない。ここで怪しいんだよね。俺は、俺は3のやつを見て。違う、分かれへん、誰やろ。いや、分からん。あ、でも俺ほんま負けさすわ。人狼やと思う人、言うさせてください。せーの。ない、ほんまに間違えてる。ほんまに間違えてる。そしたらこっちや。いや、間違えてる。もう1じゃないんすか。ほんまに違います。もう1じゃないんすか。いいですか。処刑された牧氷川、人狼です。シェイ！ありがとう。でも、俺にも1やめなかった。だから、得点をちょっと。ラストや、いきます。僕からいきます。いや、あそこ俺らが勝ってたら、ええ感じになってたぜ。お前、めちゃくちゃ下手やな。びっくりしたわ、ほんまに。下手やん。そっか、サッカーめっちゃ下手やん。コーチやなんだ。せやろ、びっくりしたっす。グッチョキパーで分かれましょう。最初はグッチョキパーや。しょ、最後ワンショットで成功200点とかね。グッチョキパーで分かれましょう。最悪や。俺センスいるねって。はいはい、よーいスタート。はい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 、頑張れよ。出た出た、打てるやろ。打て打て打て、めっちゃ真剣にやって、お前は真剣ではなかったよ。なんでやねん、お前。ヨウ君か、キジなんですよね。タジラさん、僕の目を見てください。絶対俺じゃない。人狼やった時、俺はマジでヤバいことになる。もうちゃうですよね。じゃあ人狼やと思う人を指差してください。いきます、せーの。俺とキジの決戦投票。ほんまに、俺はない。だって俺考え、じゃあ僕変えます。こっちに変えます。じゃあ俺も変える。いや、俺は変えません。ほんまに違います。もう決定でいきますね。はい、リョウ君です。処刑されるりょうくんは人狼ではございません。違うんですよ。で、もうこれでこのゲーム終了になりますので、最後の人狼を発表したいと思います。とともに得点も発表します。さっき手挙げろ、お前も。お前やろな、俺喜んでるやん。キジやんけ。じゃあ俺じゃ、ほんまに俺じゃない。キジやんけ、もうええで。俺やん、罰ゲームじゃ。ちょっと待って、罰ゲーム見て。じゃあ1位からいこう、1位から。あ、そうですね。1位、辻本くん。よし、さっき試合勝ったんでプラス6入りましたから。3位言います、3位。3位、達也さん。うわ、だから僕審判ちゃうかったっす。だから試合勝ってるから、それは知らないですよ。3位達也さん。じゃあとりあえず2位は、お前やん。待って、2位入れ。お前やん。待って、2位入れ。お前やん。待って、2位入れ。お前入れやん。お前こいつやんけ。2位かぶってるやん。2位上ちゃんです。やば、これ2位入れかぶってる。4位が俺。4位マキ。なんで達也さんより俺審判じゃなくて、俺2点入ってる。俺試合で1点しか取ってない。で、キジがベベです。
ちょっと待って、ちょっと待って、お前さ、何が一生懸命やろやろ。一発ギャグとともに人狼ゲーム卒業ですか。はい、なんと、はい、第1回、第2回、第3回とコメント欄で記事いらない。太っちょのせいで人狼が面白くなくなってると、騙し合いじゃない、下手くそがいるということになってます。そんな遜色あるプレイしたのあった今まで。はい、リフティングで触らない。リコレかぶってあげようか。これ人狼に関してはこの遜色あるプレイがおもろいです、まあ、おもろさではあったと思う。助かったんで、これをまさに生んでたのは、まあ、継続するか否かはもう視聴者に任せましょう。はい、視聴者投票投票。じゃ毎回言うてるやつおるね、決まってんの、同じ名前のやつ、俺分かってんの。いや結構な数おったで、おるっすね。でもめちゃめちゃ人で書いてました。でもさっきも俺も記事と一緒やから俺バレんかったもん。負けても人狼に関してはかばえるわ。そうっすね、だからかばえる一発ギャグです。かばえる一発ギャグ。